こんにちは、弁護士の石川雅美です。今日のご質問ですが、痴漢における強制わいせつと迷惑防止条例違反の違いについて教えてくださいというのがあります。で、痴漢については痴漢罪というのがあるわけではなくて、罪名としては2種類ですね。強制わいせつ罪もしくは条例違反なんですが、強制わいせつ罪というのは、着衣の下に手を差し込んで触るようなタイプ、そういうのは強制わいせつ罪が一般的には適用されます。条例違反というのは着衣の上から触るようなものについて、処罰の対象としています。東京都で言いますと、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例、これの5条にどう書いてあるかというと、何人も正当な理由なく人を著しく羞恥させ、または不安を覚えさせるような行為であって次に掲げるものをしてはならない。で、1号、公共の場所または公共の乗り物において衣服その他身につけるものの上から、または直接に人の身体に触れることというふうに書いてあります。だから衣服の上から触るとかね、衣服の衣服をつけていない場所であってもね、例えば太ももをちょっと触るとか、そういうのが、この条例の適用範囲ということになります。そしてそれを超える、その度を超えたものについては強制わいせつ罪が適用されていくということになろうかと思います。で、まず、そしてその、刑の違いですが、強制わいせつの方がやはりずっと重いわけですね。強制わいせつの場合は、懲役で6ヶ月以上10年以下の懲役となります。それから条例違反の場合は、東京都の場合であれば6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金ということになります。そしてこの条例違反を常習としてやっていた場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金ということになります。こういうことで条例違反よりやはり強制わいせつはだいぶ重いわけですね。それから両者の間にもう一つ大きな違いがあるんですが、これは申告罪かどうかということですね。申告罪というのは被害者が告訴をしていないと起訴できませんと、そういう犯罪なんですね。ですから強制わいせつ罪は非常に重い犯罪なんですけれども、うまく示談ができて告訴の取り消し、こういうのをやってもらえればもう検事は起訴できないわけですね。だからそこで事件終了するわけです。逆に条例違反というのは示談ができて被害者がもういいですよと言った場合でも起訴される可能性があるということになります。ここのところがだから大事なんですね。条例違反の場合は何回も何回もやってると示談ができたとしても罰金なり、あるいは正式な裁判かけられたりということはあり得るということですね。ということでご注意ください。以上です。